皆さんこんこにちは今あのご紹介いただきまました金でございます、えー、私は普段はずっともうスポーツを専門にやっておりまして、あのー、自分自身が病気大腸がんにかかるまではですね、えー、自分ほど健康な人間はいないだろうぐらいな、えー、自分の。 体肉体いろんなものに対してですね過信をしてたんですがちょうど2006年ですからもう7年前になりますがその時に大腸がんが発覚をしてですねそして手術をしてその後まあいろいろなある意味自分の人生を大きく変えてしまうような体験をしてしまったんですがまあ、今日のお越しの皆様は。 患者さんもそのご家族とかあのいろんな方いらっしゃると思いますので私の、まあ、短いお話ではありますけどお役に立てるようなことになればなというふうに思っておりますえ今日お話ししたいのはいくつかあるんですけど私もがんになるまでがんのことについてはもう全く知りませんでした、まあ、あの知らないといいとううかかものは分かりますけど がんのその本質というか中身というんでしょうか、えー、よくテレビとか新聞で有名な方がお亡くなりになりましたとお、まあ、最近も多いですけど、えーまあ、白血病なんかっていう方もいらっしゃいますけど、まあ、ほとんどがやっぱがんですよね、えー、心臓病とか、えー、脳,脳の、えー、血管が出血をしたとかそういうこともありますけどやっぱがんが非常に多い、えー、そしてそれがんイコール 死に至る病だななという,ような印象がしかなかったんで,す、ね、でまあいろいろその後自分自身ががんにかかってですねいろんなことを調べるようになって、まあ、今現在も私もサバイバーという意味で一度がんにかかってその後もずっとですね戦っているわけではないですがすでに5年経過していますので先ほどの杉原先生の5年生存率ということでいうと。 おーまあ、今は健康な生活を送れているわけですけど心の中ではやっぱりどこかにやっぱ不安とかっていうのは必ず抱えています。でやはり新聞とか、えー、いろんなところでがん、えー、という最近いろんなね分子標的薬とかいろんなものが開発されて、えー、内視鏡の治療もどんどん発展していってもうそういうものには非常に興味があります。で日々そういういアップデートされる 情報だとか技術っていうのは私もやっぱりサバイバーとしてチェックはしてるんですけどそういう中で最近こういうがんの現在の事実ですよねこれは日本でのことですけど、えー、2人に1人が罹患しとで3人に1人がちょっと前までは、えー、日本人の死亡の原因のがん、まあね、で死亡する先ほど細かい がんの部位別の,あの死亡っていう順位が出てきましたけどえそういう時代から、まあ、これは、えー、統計的に言われていることだと思いますけどに2015年には3人に2人が罹患するとで2人が一人で一人,、ね、人に1人ががんで亡くなる時代が来るというこの数字を見てですね、えーまあ、当然一言ではないわけですけどおと、まあ、人間はいずれ最後は死んでいくわけですけど。 がん、えー、という病気は、えー、年齢がいったから、えー、王女、ね、大王女というか、まあ。自分の人生を全うするということもありますけど、若い時代にかかる。三十代でも二十代でも、がんで亡くなる方がいますので、これはまあ大変な時代になるな、というふうにあの思っています。でまあ、予防というのもあるでしょうし。二人に一人ということは、お隣に座っている人、ご家族が四、ね、人いたら、そのうち二人は。 がん、ね、になるかもしれないということなので予防をすることも大事なんですけどがんになった時にあのどう対処すればいいのかと。んになったイコール死ぬっていうわけではありませんかなりの部分かなりの確率で先ほどの大腸がんの場合には、えーね、5年生存率っていうのは日本があの治療のです、ね、成績が世界で一番トップだということなんですけどただ単にがんになったからといって、えー ビクビクするだけではなくてやはり対処すべきこと自分の心構えというのはやっぱりあると思うんですよねそういったことが大事じゃないかなという,ふうに思ってますでちょっと私の体験実際のことなんですけど2006年のことでしたで、えー、私はですね実は大腸がん患者の多分典型的な失敗例だと思います失敗例ですというのは 普通まあ、40歳過ぎ、私が癌がの手術をしたのは42歳の時だったんですけどえ、40歳を過ぎると、おおまあ、ほぼ会社勤めの方でも人間ドックとか、あるいは毎年の健康診断っていうのをやりますよね。血液検査をして、えー、バリウムを飲んで胃の中を調べたり、えー、あとはレントゲンを撮ったりしますけど、その中で、えー、便潜血検査っていうのは必ずあります。これはあの自分の自宅で便を少し取ってえー、それを提出をして。 血が混じっていいいいるかいないかなということを検査してこれはもう大腸がんを発見するのに一番簡単でいい方法だと思うんですけど私はもうその30代の後半からすでにその時勤めていた会社の健康診断でその時はまだものすごく健康で。 ももう健康そのものの,あの私はランニングをやってますのでハーフマラソンとかフルマラソンも、ね、現役を退いてからも走ってるわけですけど自分がその病,あの病気をするっていうのがほ,ぼほとんど考えたことなかったですね。えー 風邪もあまりひかないですし、病院に行くときには走りすぎて足の怪我をして、ですね整形外科学に行くぐらいですから、内科にはほとんどかかったことなかったんですけど、ですから便潜血の陽性が出て、えー、要再検査ということで、結果が出てきたわけですけど、全くですね、な、えー、めてかかってまして、多分これは地なんだろうというぐらいにしか考えていないわです。で、トイレに行って、紙で拭いたときに、血もついてたんですよ。 でもこれは多分自,うという自分で勝手に決めてかかってしまっていて内視鏡検査を受けなかったんですねで、えー、最後はどういう状態で発覚したかというとそういうちょっとした血が出るというそんな生優しいものではなくて、えー、ある時、あのー、ハーフマラソンの大会に出て、えー、その場所から帰り新幹線で東京まで戻ってきてたんですけど。 あのみんなでまあランニングやった後は大体お酒飲むのがね楽しいんですけどお酒飲んでいてですねえトイレに新幹線のトイレですねに行ったんですねで便器に座ってあちょっとお腹下したかなと思ってなんかスーッとね水のようなものも出てきましたからでパッと便器を見たらもう全部血です真っ赤その,そのぐらいになって下血ですねいわゆるねそのぐらいになるまでえ放っておいたという本当に典型的な失敗例なんですけどでその時 これはもう多分普通ではないと体調が悪いわけではないんですよがんって不思議な病気だなと思ったんですけど痛くもないんですね痛くも痒くもない、えー、日常生活に支障もないステージ3の A というところまでもうすでに進行はしてたんですけど何も自分でその自覚症状というのがないのにどん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 進行してるといるって本当に不思議な病気だと思いました ですからそれだけ大量の下血というサインがなければおそらく見過ごしてたと思うんですよね。ですぐにあのそれまで何も検査行かなかったわけですけどこれはおかしいということで内視鏡検査を受けたら、えー、発覚して、えー、すぐ手術ということですね。でまあ,あのその時も、まあ、先生も当然その症状を聞いてその何数年前からすでに 便腺血が出ていたということを聞いたととうこを聞あと年齢がまだ42歳でしたから多分相当これから進行が早くなるだろうから一、えー、日も早く手術をして取った方がいいということを言われて、えー、取りましたで、えー、そこから、まあ、先ですね、えー、とりあえずステージ3の A ですから私は S 状結腸な,なのでその S 状結腸のがん、えー、になった部分ほとんどの部分と。 リンパ今でいうとお腹を縦にですね、えー、何センチぐらいですか、ね、10センチ以上多分切ったと思うんですけど、えー、がんの後ほどまた先生方からお話あると思うんですけどがんの治療法もどんどん今進化してますので、えー、7年前はもうその方法しかなかったんでしょうけど今は腹空腔鏡手術ってなりますのでひょっとすると傷口は 小さくて済んんだかもしれませんが私の時にはもう完全に回復手術をして、えー、切り取ったとということで,す、ねでえー、まあとりあえず手術は、えー、無事に終わりましたと悪いとこは取りましたということでひ、えー、とまず一安心という感じではあったんですけどおまずステージ3だったということがもうその時に私はがんについて結構自分で勉強してましたのでそれが何を意味するかっていうのは えー、分かってましたステージが1234まであって3はリンパ節に少しがん細胞が出ているので他の臓器に転移すするる可能性があとということですねでそこからもう、まあ、5年経つまでは、えー、その自分がひょっとして、えー、再発をする同じ大腸にまたできる切り取ったはいいけどまた再発するという恐れとあとは他の臓器に肺とか肝臓とかに転移して。 全身に回ってしまうんじゃないかなっていうですね。その恐れがありました。でもう一つは、まあ、先ほど申し上げたように、私はもう自分がもうずっとスポーツやってきましたので、とても健康だと思ってましたから、なぜ自分が癌というしかもそれだけひどい癌になってしまったんだろうという原因を考えたんですね。やっぱ原因を考えて原因が特定されるんであれば、それを改善していけば再発も転移もないだろうというまあ自分なりの考えです。 がん、まあ、はあのいろんな、ねえー、外部の刺激だとか、まあ、いろんなことが医学的にも言われてますし民間、ねえー、一般的な、まあ、常識か非常識か分かりませんけどいろんなことがいろ,んいろんな方がいろんなことをおっしちゃるんですけどやっぱりあの一つ特徴としては、まあ、外部からの攻撃で細胞が突然変異を起こしてがん化するっていうのはあるんでしょうけどやっぱり。 免疫が下がが下るここととと番大きいことだと思うんですよね自分自身が、えー、いろんな生活が乱れてですねそれによって免疫が下がるまあ風邪をひきやすくなるのもそうかもしれませんしあの胃腸が弱くなるのもそうかもしれませんしいろんなことがあると思うんですけど自分自身の体がやっぱり弱くなっていってそれが原因でがんになるっていうようなこともやっぱり 大きなな原因じゃないかなと思うんですね私はあのすごく健康でしたけどその時あの思い当たることがいくつかある中でその一つがですねすごくストレスの多い時期だったんですね、まあ、年齢的にも30代の後半から40代ってちょうど仕事が一番忙しくなって責任の任された仕事をしてましたのでストレスが非常に大きかったもう毎日のようにストレスを感じてましたでそのストレス解消法ってあの今ランニングブームであの 皆さんストレス解消で走ってたり健康のためにやってらっしゃる方もいるんですけど私ずっとランニングやってますので走ることはその当時そんなにストレス解消にならないんですね仕事でもあった時期がありましたので,で何がストレス解消かというとお酒をたくさん飲んで酔うためにお酒を飲んでそして夜ね嫌なことは忘れて楽しい気分になって休むと。 いうことで,す、ね、でそのお酒の飲み方がですねあの今は全くやらないんですけど夜に寝るギリギリまでいわゆる寝酒みたいなものもしていてで当然ビールとか飲みますので缶中ハイとか飲いますからお腹が冷えたままそのまま寝てしまうと。でお酒を、ね、飲めば、えー、イライラして眠れないことはないですけど結果的に神経も高ぶりますので自分では寝た気になっても眠りが浅くなったまま 朝早い時間にまた目を覚めて冷ましてしまったりとかあんまりいいことではないんですよねそれをずっと何年かやっぱり続けてましたでそれでがん、えー、になる前に、えー、一度ちょっと平行感覚がおかしくなって自律神経失調症になって、えー、お医者さんの方に行ったことはあるんですけどそのぐらいだったんですよねでもその状態がやっぱり何年も続いたことで私の場合には S 字結腸にがんが出てしまったんじゃないかなと他にいろんな原因あるかもしれません 遺伝的なものもものあるか,あるかもしれませんけど私の場合にはやっぱりそういう生活ストレスによる生活の乱れっていうのが今考えるとあの非常に反省点ででありましたで、えー、まあ無事に手術を終わってですねあのー、まあ退院2週間ぐらいで退院をしたわけですけど、えー、まあちょうど本当に仕事はちょうどその時はですね実業団の女子のチームの監督をやっていまして仕事をなかなか あのその実業団チームの監督をやった時にストレスがあってその後ですね新しくクラブチームみたいなのを立ち上げていてあの責任者の理事長っていうのをやってたもんですからあ,のあまりこう自分自身が大きな病気をしたっていうことを自分がやってるクラブチームの会員の人にもそうですしあとメディアの仕事も私もその当時から解説者とかやってましたのでがん、えー、になったっていうことをですね他の人にやっぱり言えなかったんですね。 えー、自分の仕事が、まあ、ある意味減るかもしれないとかで人に変な心配をかけてしまうとかっていうそういうことをすごく考えましたでその時はですね自分はもうまた再発転移の恐怖はずっとあるわけですけど周りの人にはあの完全に病気を隠してで仕事もあまりあの入院している期間以外はですね手術した後もお腹が非常に切ってますから痛かったんですけどあまりキャンセルしないでですね ずっとやっぱり続けていったんですねであとやっぱり話他の人にその話をすることがあのできなかった理由っていうのはこれも今は変わりましたけど42歳でがん、えー、で手術をしたということはまあ、胸張れることでは決してないんですよねまあ、病気は誰のせいでもないまあ、自分のそういう生活が目立ったことが原因かもしれませんけどまあ、あるいはただ運が悪かったと思うだけかもしれませんけどなんとなくやっぱり ひょっとしたら死ぬかもしれないリスクがあるわけですから人生の敗北かももしれなないいというふうなことうこ考えたんですね仕事を一生懸命、ね、あのやって順、えー、風満帆にいってた状態で,でもありましたけど自分が病気でそれでがんになって死んでしまったらもうこれはもう敗北なのかもしれないとでそういうことを自分で認めたくなくて人に話ができなかったっていうのもあります。 でえー、内視鏡検査はその手術の前がんが発覚したときに初めて受けたわけですがその後は年、えー、年間は半年に1回、えー、内視鏡検査を受けましたあのこの中にもたくさん大腸内視鏡の検査を受けられたことあると思いますけど、まあ、あの大変は大変ですよね下剤を2っットル飲んでお腹の中を全部きれいにして、えー、そして肛門からです、ね、カメラを入れられてですね あの空気を入れてお腹がこうバーッと膨らんでまあ楽なものではないですけどえやっぱり一番あの自分の大腸の中をですねこれはもう手術あのするがんを発見するだけじゃなくてあのまあポリープがあったらその場で取ることができますし私の場合には恐怖が一つありましたねひょっとしたらまたがんができてたらどうしようっていうもう半年に一回え恐怖がまずありました。でも 幸いなことにあの検査をですね、えー、やるたんびにだんだんさんあの大腸ってよくあのいろんな色だとか具合だとかで、えー、大腸の顔っていうふうに先生方も言われるんですけど大腸だんだんきれいになってるよって言われたんですね。がんになるときはもちろん最悪な状態だったわけですけど。まあ 何が原因できれいになったか食生活が変わったからかお酒の量少なくなったからかとです、ね、ストレスを減らすようにしたからか分かりませんけど大私の大腸は半年ごとにどん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 きれいになっていったみたいです今はまあ年に1回の検査なんですけど、えー、全くこうシーツで切ってつないだ後も分からないぐらいに、えー、しっかり回復しているというふうに言われましたね。えーまあ、そしてまあ今のは 手術後の話ですけどこのがんになった一度でもそういう経験をした方は同じだと思いますけどやっぱり怖いんですよね死にたくないとかっていうことをやっぱ思いますあと若かったですから自分が死んだ後に周りの人たちは一体どうなってしまうんだろうというようなそういう責任感みたいなのもあったんですけどそ,そ,そこを乗り越えるために。 い、まあ、いろんなこととやると思います私がやったことはとにかく今回の、ね「ノーマージャパン」じゃないですけど自分のがんをよく知ることで知って対処できるものは全て対処するそれが一つですねであとはやっぱりそうは言っても毎日毎日、ね、がんがなったかならないか分かるわけじゃないです私の場合半年に1回検査をして、えー、再発してるかしてないかを調べるだけですからじゃあその半年間、ね、何を 基準に自分の気持ちを保っていけばいいかっていうことをやっぱり考えると思うんですね。本,本読んだりすることかもしれませんいろんな人と話をすることかもしれませんけど私の場合には、まあ、ずっとランニングマラソンやってましたので初めて、えー、その時に全く走れない時期がありましたからその後少しずつですねジョギングを始めたんですね。 がんになる前はストレス走ることはストレス解消にならなかったんですけどがんになってからは私の場合変わりました走ることそのものにすごく喜びを感じるようになったんですね前も別にあの辛いだけじゃなかったんですけどやっぱり自分が一度死ぬかもしれないこの肉体は滅びるかもしれないっていうぐらいな状況まで落ちてしまったのでたとえ1キロでも2キロでもジョギングできるということの幸せっていうものをすごく 強く感じましたそれで、えー、これはまあ,あの本にも書かせていただいたんですけど2006年の8月に手術をしましたでジョギングが開始できたのが2か月後ぐらいだったと思います2006年の11月か10月ぐらいからまあ本当にジョギングって言っても10分とか15分走るだけだったんですけどでそれから年が明けまして2007年の 7月にですね毎年仕事で行っているオーストラリアのゴールドコーストという場所があるんですがそこでフルマラソンの大会の日本から行くランナーのお手伝いをしてたんですね。で私はまだ手術して1年も経ってないし練習もほとんどやってないですから、えー、まあフルマラソン毎年走ってましたけどその時はあの周りの人はね私ががんで手術したのは知らなかったんですけど最初は走るつもりではなかったんですね。でも せっかくだから、こういうチャンスがあるから、フルマラソンチャレンジしてみようと思いまして、手術から11ヶ月後にですね、練習もやっていなかったんですけど、無謀にもスタートラインに立って走り始めました。そしたら、30キロで見事に足が痛くなってしまって、もう走れなくなって歩いちゃったんですね。これは、あの、あまりあの他の大会ではそこまではないです。練習があまりにもできていなかったからが原因なんですけど、 でそこから歩き始めて膝の外側が痛かったんですよねでも時計を見たら最後まで歩いても制限時間内に完走できるということが自分で分かってですねすごく嬉しかったですねで足がが痛いこと自体が嬉しかったですまだその時は死の恐怖がすごくありましたので足が痛くなるまで自分はここまで3 0キロまでしか走れなかったけど走れたっていう気持ちになれたんですね。 足が痛いこと自体がに喜びを感じてで当然、まあ、歩いて最後までゴールしたわけですけど、えー、本当にこう充実感早い遅いではなくてがん、えー、でもね再発する恐れはあるかもしれないけどマラソン完走できたと私はがん患者かもしれないけどマラソン完走できるぐらいの体力がなんとか残っていたんだというふうに思えたんですね。そこからすごい大ききな転機ができました でそこからもう,、えー、もう一度やっぱりフルマラソンを完走できましたので、えー、どん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 もうがのことでビクビクするよりも次のチャレンジ次のチャレンジっていうふうにどんどん変わっていったんですねで、えー、これ「ガンでもサブスリー」って書いてあるのは2009年このちょうど写真でナンバーカード1番ってこれ筑波マラソンの2009年11月の筑波マラソンなんですが、えー、そこからですから、えー、わずか2年プラス2年でですね がんの手術から3年なんですけどフルマラソンで3時間切るっていうまあこれはあのなかなか大変なことなんですけどトレーニングをちゃんとやって3時間切るっていうのは私はもともとマラソンの選手でしたから現役の時から比べれば全然遅いわけですけど一般の市民のとしては割と早い方のタイムで,でそこを達成することができて。 まあ、あの同時に、本を書き始、め自分のがん体験の本を書き始めていたんですけど、初めて、周りの人に、自分が実はがんで、こうやって手術をしてたんだっていうことをカミングアウトして、えー、このような形で、皆さんの前でもお話しすることができるようになったんです。そこまでに、まあ、至る、いろいろな気持ちの動揺っていうのはあったんですけど、やっぱり、私自身は、自分がもともとやってた。走るっていうことを通じて、えー、体力作りじゃなくて、自分の。 えー、やっぱりがになったというその負い目というか恐怖というかそういうものを克服するために体を使うマラソンというものをやっぱり選んでそしてそれを実現実行していったということですね。えー、まあ今話ししたことなんですけどまあこれあのいろんな先生にも杉原先生にも確か言われたじゃないかなと記憶してるんですけど。 えっとまあ、先ほど最初に申し上げたようにがんっていうのは何が原因か分かりませんでも自分の体の免疫が下がることでがん細胞に免疫の細胞が負けてしまうっていうのが一つあると思うんですねでがんになって手術をして成功したとしてもやっぱりああ自分はがんだ自分はがんだっていうことで毎日毎日悩んでいたらやっぱりそれ自体がストレスですから免疫は下がると思うんですよ で私の場合にはそういう気持ちもあるんですけど走ることができたフルマラソン完走できたっていうことで自分に自信を取り戻したので走ったことが免許をある程度精神的なストレスをなくしてあげたことになったのかなというふうにやっぱり思ってます。ですからまあこれはねあの皆さんにねだからマラソン走ってくださいというわけでは全然ないんですけどあのこういうことをですね 本にも書かせていたただきました、まあ、いろんなところでこういうお話をする時に皆さんに是非こういう気持ちを持ってくださいというお話をしてるんですけどがん、まあの体験をしたからだけではないいと思います癌の体験してなくてもひょっとしたら自分の体の中にどっかにがん細胞があるかもしれないのに知らないい人もいますよねだから今の現代の人っていうのはほとんどの人が2人に1人ががんに死ぬ時代というだけじゃなくても病気の リスクあるいは自分がある程度何らかの病気を持っているっていうのはこれはもうそう思わなきゃいけないですねむしろ自分は全く、ね、フルマラソン走るようが何しようが健康だと思っていようが全く100%健康な人っていうのはやっぱりそちらの方が少ないと思うんですよね何らかの病気を持っているがんっていう病気は一番大変な病気かもしれませんけど病自分は病気だっていうあのお医者さんから言われたから病気だと思うだけじゃなくて病気かもしれないっていうのは 全員がやっぱり考えなきゃいけない時代だと思うんですねただしじゃあ病気かもしれない病気かもしれないっていうことだけで自分がネガティブに精神的におどおどしててはやっぱり免疫は下がりますで生活も楽しくなくなります病気かもしれないけどやっぱり自分は健康でもあるという何かランニングでもいいですウォーキングでもいいですし自分の趣味でもいいと思うんですね やはり最低限やっぱり体を使うことは大事だと思うんですけど、病気かもしれないけど健康でもあるっていうようなことを自分の生活の中にやっぱり取り入れていただきたいと。でそうすることで少なくとも落ち込むだけではないと思います。えー、ま私はランニングの世界でよくダイエットが目的で走ってらっしゃる人結構いるんですけど、ダイエットするときにも。 じゃあ痩せたいから何も食べないでひたすらじっとして,てそれも痩せるかもしれませんでも痩せるときには不健同時に不健康になってますでなくてダイエットしたいんだったら好きなものをねおいしいものをしっかり食べて、うんね、運動してくださいと毎日5キロでも1 0キロでも走る習慣ができたらそれは好きなものを食べたって痩せることはできるわけですから何も食べないで痩せるこれはネガティブだと思います自分の体を使って 痩せるってこれはポジティブだと思いますで病気も同じだと思います病気だからといって自分の生活を抑えるのではなくてむしろ積極的に何かをやることで自信を持つということが私がえ今自分ががんを体験しサバイバーになってですね一番あの強く感じてえいろんながん患者の方にもですねその周りの方にもお伝えしたいことです。えー、今日ははこの後ですね私はまああの 自分が体験したことを通じて、えー、学んだことを皆さんにお伝えしましたけど先生方から、えー、詳しい手術の方法とかあの薬の処方とかたくさんいろんなお話ためになるお話があると思いますので、えー、ぜひあの最後までごゆっくり、えー、聞いていってください。私のお話はこれで終わらせていいたただきまますありがとうございました